はい、では今回は波の式の演習シリーズということで、定常波やっていきましょう。定常波はですね、基本的には作図を使ってですね、波のグラフを書いていたときに、例えばこれ黒色でね、書いた波1があって、波1は右に進んでいってます。で、赤色で書いた波2としましょうか。波2は左に進んでいきます。これを例えば、まあ、4分の1周期後の波の図を書いて、合成波書いて、また4分の1周期後、合計半周期ですね、2分の1周期経った時の赤色と黒色の波、波1、波2がどんだけ進んだかっていうのを作図して、そこから合成波書いて調べていくと、実は全く振動しない点っていうのができますよっていうのが、そしてそれを節って言ったんですよね。ですごく大きく振動するようなところがあったんですね。でそれを腹と言いましたと。なので全体的に見た時には普通波はねこうやって左右にこうやって進んでいくんだけども、その場でこうやってね上下に振動するような波の形になったんですよね、波形になったんですね。これを定常波と言いました。でそうやってまあ作図することによって定常波を見ていったんですけど、証明した導出していったんだけども、一応波の式を使っても計算できますから、それを今回ちょっとやっていきましょう。はい。では、前回やったですね、波の式の作り方ですね。それを使ってちょっと見ていきましょう。はい。今回、横軸 X です。横軸が X ってことは、これは波の形、波形を表しているグラフですよね。横軸が時間 T だったら、振動、その倍、ある倍数における振動の様子を表したものですよね。はい。なので、ちょうどここ、いくらになってるかというと、波一つ分できた時の距離ですか、これが波長ですね。だからここ、ラムダになってます。はい、じゃあ式で表していきましょう。波1ですね。波1の2の x については分かってます。時間については今0秒って言ってますから、yx0 ですね。はい、振幅 a ですね。形はサインの形ですね。横軸が x でしたから、これ四角 x と置くんでしたね。位相、角度の部分を四角 x と置いてあげる。でちょうどラムダ、X がラムダになった時に、ちょうど1個波ができているということは1回転した、要するに角度で言うと 2π ラジアン回転したってことですから、四角ラムダでちょうど 2π ですね。本当は0から X ですからね、四角 X 引く四角0、あ、ごめんなさい、四角ラムダ引く四角0ですけどね、まあ、もう四角ラムダと書いてます。なので四角がラムダ分の 2π と出てきました。なので、サイン、ラムダ分の 2πx であるということがわかるわけですね。はい、波2の方も見ていきましょうか。ちょっと今、口頭で言っちゃいましたけど、この黒色で書いてるのが波1です。で、赤色で書いてる、左に進んでるやつが波2としておきましょう。はい、波1と波2はもう全く一緒ですね。もちろん進んでいく方向が違うので、もしかしたら波の式が違うのかもって思うかもしれませんが、yx0 っていうのは、ちょうど時刻0秒での波形を表したグラフになってますから、全く同じですよね。時間が経つともちろん違いますよ。でも時刻0秒においては全く同じ式になってるはずですよね。もう全く同じ形ですから。なので、まあ同様に考えてくれてもいいですけども、結局は同じ波形を、この瞬間たまたまね、同じ波形になってますから、y2x0 も一緒ですよと。はい、じゃあ0秒だけ分かっててもどうしようもないですから、 t 秒後を求めていきましょう。はい、t 秒後を求めたいんですけども、 t 秒後どうやって求めるかというと、前回の復習でしたね。自分で考えますか、いけますか、大丈夫、いけた。平行移動でしたね。波1が速さ v で進んでいってるわけですから、 t 秒経ったら vt 平行移動するわけですね。なので右に vt 平行移動しますよと。なのでこの y1x0 っていうのが右に vt、 波の形がそのまま vt 右に平行移動したものが t 秒後の波の形になってるわけですから、単なる2次関数と同じようにですね、平行移動で考えてあげたらいいと。なので vt 平行移動したら引き算するんですよね。 x 引く vt になるんですよね。今言ってるのがちょっとわからない人は、しっかり波の形を書いてですね、平行移動させて考えてくれたらいいかなと思います。まあ、前回の動画とかもね、確認してください。なので、この y1x0 を vt 平行移動したものですよと。なので、y1xt は、x の値が x-vt になったものですね。
ろしいですかね。はい、同じように Y2 の方も見ていきましょう。 Y2 Y2 が違うところは何かっていうと、マイナス X 方向ですね。図で言うと左方向ですね。マイナス X 方向に平行移動ですから、Y2XT の、X0 のグラフをマイナス方向に VT 平行移動だから足すんですね。なので X-VT が X プラス VT に変わるだけです。はい、じゃあ合成波求めていきましょう。合成波はどうかけたかっていうと、重ね合わせの原理を使って求めていきましたね。重ね合わせの原理より。重ね合わせの原理っていうのは何だったかっていうと、それぞれの媒質における波の変異を足せばいいだけですよということでしたね。めちゃくちゃ単純な理論じゃない、原理でしたね。はい、なので合成波ラージ Y としてあげると、 Y1 たす Y2 をしてあげたらいいだけですよと。でこれ XT のことを表してるんですけども、ちょっと省略します。ちょっと長くなっちゃうので、ラージ Y 合成波ですね。合成波 XT、 Y1XT たす Y2XT です。はい、この2つ足し合わせていきます。なのでこれ足すこれをしていくんですけども、ちょっとね、もうサクサクっとしていきましょう。はい、まずこの部分ですね。この部分。ラムダ分の 2πx。これ α としておきましょう。そしてですね、ラムダ分の、ちょっと書きにくいな。こうかな。ラムダ分の 2πvt。これ β としておきましょう。で、今間違いに気づきました。ここプラスでしたね。マイナス X 方向に VT 平行移動した場合は足すんでしたね。二次関数の頂点の移動を思い出してください。はい、同じようにここも α-β で表せるわけですね。で、同じように考えてあげると、ここは α-β。下のやつは Y2 の方はプラス β で表せるわけですね。はい。なので、sinα たす β、sinα 引く β、これ加法定理使って計算していってください。こっちは sinα、cosβ 足すことの cosα、sinβ ですね。こっちは sinα、cosβ 引くことの cosα、sinβ ですね。プラスマイナスで考えてあげると、第2項、後ろの方が消えちゃいますよね、プラスマイナスで。だから残ってくるのは前の方ですから、2つありますから2ですね。 2a sin α cos β ですね。 OK ですかね。はい、じゃあ α と β 代入していきましょう。α の方がラムダ分の 2πx でしたね。はい、cos の方がラムダ分の 2πvt でしたね。はい、こんな感じです。で、慣れてない人はこれだけ見てもちょっとよくわからないんですね。まあちょっとでも思い出しながら考えていってほしいんですけど、波の形を表すものはこの横軸 X で表していましたよね。で、それに対して振動を表すものは横軸 T で考えていましたから、AS、なんとかサインオメガ T、T 分の 2πT で表すことができました。なのでそう考えてあげるとですね、時間 t がついてる方、こっちですね。こっちがある場所における時間 t が変わっていくことによってコサインの値が1からマイナス1で変わっていくんですよね。だからこれがある場所における振動を表していますよと。なのでこれ振動項と言います。それに対して、この振動項についてるもの。A サインオメガ T の A の部分ですよね。それを何を表すかっていうと、これは振幅を表すものでしたね。これ振幅項と言います。よろしいですか？
なのでこの時間 t によって変わってますよっていうのが振動を表していて、それに付属している係数部分を振幅項と言いますよと。で、面白いことに何かというと、振幅項っていうのが場所によって x の値によって変わってますよねっていうことがこれでわかるわけですよね。なので x によっては振幅が0になるところ、いわゆる節ですよね。で、x によってはサインの値が1とかマイナスになって、マイナス1になって、振幅が最大になっているところもあるんですよね。それを腹と言いましたね。いいですか。なので、今言った、最初に言った定常波の性質をちゃんと表しますよね。全く振動しない振幅が0のところ。めちゃくちゃ大きく振動する振幅が最大 2a のところっていうのがあるんですね。はい。では、これを使ってですね、腹の位置とか、そういったものを求めていきましょう。どっちにしましょうか。どっちでもいいんですけど。じゃあ節の位置を求めていきましょうか。節の位置。じゃあいけますか。式から計算していきましょうね。節の位置。節っていうことは何だったかというと、全く振動しない点でした。振動しないってことは、振動どこでもしてるんですよ。どこでも振動してるんだけども、振動しないってことは、振幅項が0ということですね。なので、振幅項が0の位置っていうのが、ちょうど節を表していますよと。そこから節の位置を求めていきましょうと。はい、じゃあ、2a はもういいですね。サインラムダ分の 2πx っていうのが0になるときですね。サインラムダ分の 2πx が0。つまりは、こっから x の値っていうのが出てきますよね。先にラムダ分の 2πx 行きましょうか。サインの値が0ってことは0とか π とか 2π とかですよね。なので、ラムダ分の 2πx が、まあ、m を整数としてあげて、マイナスも含みますよ。m を整数としてあげると、mπ で表せるというわけですよね。じゃあ、ここから x の値出てきますか。節である x の値っていうのが計算できますよというわけです。はい、ここから節を表す x の位置っていうのは、2分のラムダかける m というふうに出てきますよと。もちろん m の値は0、1点、点、点ですね。はい、じゃあいけたでしょうか。なのでよくね、音のとこでやりますけども、腹の位置を求めてね、次また腹の位置、計算するときには、腹から腹まで2分のラムダとか、節から節まで2分のラムダっていうのをやりましたね、定常波において。これも一緒ですよね。節の位置が、0の時もあれば、1代入したら次2分のラムダですね。2代入したらラムダですね。やっぱ2分のラムダ大きいですよね。まあ、これでちゃんと証明できましたよね。なのでこういったことを使ってですね、波の式を使って、ちゃんと定常波の腹とか節の位置ってもうちゃんと求めることができるんですよと。作図を使ってね、やっていくとしても、すべての任意の時刻 t でやっていくことではできないですからね。いいですかね。といったところでした。なので、腹っていうのは振幅が最大のところ。節っていうのは振幅が0のところなんですよと。だから実はどこも振動してるんです。いいですかね。はい。まあ、何でもかんでも波の式でもね、何でもかんでもってわけではないかもしれないけど、できますから、ぜひね、波の式を使って考えていく習慣っていうのをつけてほしいなと思います。はい、じゃあ以上です。簡単だったかな？難しかったかな？はい、さようなら。